フェリックス・パパラルディは、アメリカ合衆国のベーシスト、キーボーディスト、ボーカリスト、音楽プロデューサー。クリームのアルバムのプロデュースや、アメリカンハードロックの元祖の一つとみなされているバンド、マウンテンのメンバーとしての活動で知られる。ニューヨークのブロンクス区で生まれ、ミシガン大学でクラシック音楽を学んだ後、ニューヨークに戻ってアレンジャーや音楽プロデューサーとして、 仕事を行うようになった。クリニッジ・ビレッジのフォークミュージシャンたちと休校を温め、1960年代前半はトム・パクストンやビンス・マーティンフレッド・ニールなどの作品でベースを弾き、ストリングス編曲を引き受け実績を重ねた。1967年より、クリームのアルバムをプロデュースするようになり、また、アルバム、カラフル・クリーム収録曲、ストレンジ・ブルーを エリック・クラプトン、それに、妻のゲール・コリンズと共作した。続く、クリームの素晴らしき世界、グッバイ・クリームでは、プロデュースだけでなく様々な楽器の演奏でも、貢献しており、グッバイ・クリームの最後に収録された、ホワット・ア・ブリング・ダウンでは、ジャック・ブルースの代わりにベースを弾いた。クリームとの仕事と、並行して、パパ・ラルディは、バグランツというバンドの作品もプロデュースするがヒットには、 結びつかず、バグランツのギタリストだった、レスリー・ウェストのソロデビュー作、マウンテンにプロデュース、ソングライティング、演奏で参加した。また、クリーム解散後には、ジャック・ブルースのソロアルバム、ソングス・フォー・ア・テイラーもプロデュースしている。そして、1969年には、ウェストと共にマウンテンを結成し、7月にフィルモア・ウェストでライブデビューした後、 ウッドストックフェスティバルにも出演した。マウンテンでは、ベースの演奏、プロデュース、ソングライティングに加えて、一部の曲では、リードボーカルも担当した。マウンテンは1972年に一度解散し、その後、パパラルディは、ベドラムのアルバム、狂人どもの舞踏会をプロデュースした。また、1973年には、マウンテンの再結成に参加するが、 ライブアルバムとスタジオアルバムを一作ずつリリースした後に再開散した。1975年8月、日本のご都市で開催された第1回ワールドロックフェスティバルで、上山中と共演。その後、同フェスティバルに台湾として出演したクリエーションをアメリカに招き、コラボレーションアルバムの制作に入る。1976年4月5日にアルバム、 クリエーション・ウィズ・フェリックス・パパラルディが発売され、同月には日本武道館と天王寺野外音楽堂でクリエーションとの共演ライブも行っており、武道館公演のライブ録音は2007年になって CD 化された。また、クリエーション・ウィズ・フェリックス・パパラルディのアメリカ版はフェリックス・ポップラーディクリエーションというタイトルで A&M レコードから発売され、6月には クリエーションと共にアメリカツアーを開始した。なお、クリエーションの自作、ピュア・エレクトリック・ソウルに収録された、o u in the Night and Leave You at Dawn は、パパラルディに捧げられた曲である。1978年、パパラルディは、コーキー、レイング、イアン・ハンター、ミック・ロンソンと共に、新バンドを結成するが、正式なデビューには至らず、このバンドにより残された録音は、 1999年にペットロックレコードから発売された発掘音源集ザ・シークレット・セッションズに収録された。1979年にはエリック・ゲール、リチャード・ティー、チャック・レイニー、バーナード・パーディ等のセッションミュージシャンと共に制作したソロアルバムドント・オリーマを発表し、このアルバムにはクリームの曲サンシャイン・ラブをファンクにアレンジしたカバーも収録された。 ウッドローン墓地にあるパパラルディの墓。1983年4月17日、パパラルディはマンハッタンにあるアパートの自宅にて、妻、ゲール・コリンズに首を撃たれ死亡した。ゲールは第二級殺人で訴追されるが、パパラルディに愛人がいたことを知っていた一方、殺意を否認して銃の練習中の事故だったと主張し、最終的には過失致死罪として、 懲役4年の実刑判決となった。なお、ゲールは、刑期の半分で、仮釈放となり、その後は、表舞台から姿を消し、2013年12月6日に、メキシコで死去した。パパラルディの墓は、故郷ブロンクスのウッドローン墓地にある。アーティストの姓、または、バンド名の五0音順で記載。ジョリバー、アーカンソーガソリンクリームケンジントンマーケットデッド。 ボーイズナチュラルガスジャックブルースベドラムホットツナジェシーコリンヤングヤングブラッツありがとうございます。